にちは、イメージコンサルタントの二上由美子です。今回の動画はパーソナルカラー別おすすめのネイルカラーをご紹介したいと思います。過去にもネイルの動画は、公開したんですけれども、前回はですね、ネイルホリックさんの商品を中心にご紹介いたしました。今回はそれ以外の、キャンメイクやチフレさんなど他の、ドラッグストアで買える、お手頃価格のネイルでご紹介をしていきたいと思います。普段例えばお仕事柄ネイルはあんまりできないとか、そういう方もいらっしゃると思うんですが、フットネイルって結構ね、できると思うんですね。そういったものもご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するものの中で、試してみたいと思える色がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。そして、先日パーソナルカラーのセルフ診断動画リニューアルバージョンを公開しました。まだ自分のパーソナルカラーが何なのかわからないという方は、ぜひそこで、診断をしてみてください。それでは早速参りましょう。それぞれのパーソナルカラーに似合うネイルを5本ずつ選んできました。まずこちらはスプリングタイプの方に似合うネイルカラー5色です。まず1つ目こちら、デュカートナチュラルネイルカラー N29 番です。本当にこうスプリングさんならではの可愛い赤ピンクどっちっていう色ですね。本当にテンション上がると思います。なんか夏の開放的なね、季節にもなんか気分的にはマッチするんじゃないかなと思います。発色もですね、本当にこのボトルのまんまに近いような色で出ますので、どっちかというとツヤもあるんですけれども、シア感はあんまりないです。しっかり発色します。結構シックなお洋服の時とか、こうアクセントにすごくいいんじゃないかなと思います。そして2本目がこちらですね、チフレネイルエナメル314番です。ボトルだけ見るとサマーじゃないって感じがすると思うんですが、これね、実際塗るとなんとスプリングさんの綺麗なピーチピンクになるんです。本当に可愛らしい上品な薄いピンクです。これをそのままちょっとイエベにちょっとこうした感じの色ですね。ちょっとキラキラも入っているんですが、変にギラギラはしないです。上品なキラキラで、色も本当に上品で可愛らしいので便利だと思います。オフィスでもいいと思いますし、本当に上品に見せたい時とか、あとお洋服もね、選びにくいと思います。ナチュラルカラーなので、どういうお洋服着た時も特に邪魔することがないので便利な一本だと思います。そして、こちらデュカートナチュラルネイルカラー N55 番です。結構温かみのある乳白色です。でシア感はあまりなく、これもしっかり色が出ます。白いネイルってこう夏っていう印象ありますよね。真夏と実は真冬が合うんですよ。春とか秋を避けて、真夏と真冬に使うことをお勧めしたい色ですね。そして4本目、ケイトのネイルエナメルカラー BU1 番です。イエベのブルーっていうんですかね、おしゃれ感っていうのはすごく出ると思います。ブルー系もつけたくなりますよね。特にフットとかこういう色つけたくなると思うんですよね。サンダルからこういう色の爪が出てると可愛いっていう感じしますよね。そして最後、デュカートナチュラルネイルカラー NF54 番です。スプリングさんといえばオレンジ色ですね。スプリングさんらしい可愛いオレンジですね。スプリングさんのオレンジと、オータムさんのオレンジの違いは、スプリングさんの方がちょっと色が黄色いんですね。赤みがあんまり多くないというか、とミルキーな色というのもスプリングさんの色です。すごくこれもね、おしゃれ感はあるんじゃないかなと思います。ではですね、サンダルの色との相性で言うとですね、白と黒は何でも合います。とにかくで、そこで、スプリングさんが、それ以外のサンダルを買うとしたら、ブラウン系とベージュ系、そしてゴールドとかも夏だったらいいんじゃないかななんて思うんですが、まずブラウン系であれば赤とかオレンジが相性いいと思います。白はどんなサンダルと合わせても問題なくて、ブラウンとの相性はすごくいいんじゃないかなと思います。ベージュは肌に馴染んでくるので、ベージュもですね、どの色使っても問題ないですね。ゴールドのサンダルね、スプリングの方一つ持つとすごくいいんじゃないかなと思います。いそのことここに行くか、ゴールドなんで馴染みよくオレンジ系で行くか、
こちらだと本当にこうかなり華やかになって、こちらだとゴールドとこう一体化してすごく馴染む、どちらかいいと思います。もちろんホワイトも合うかなと思います。続いてサマーです。爽やかですね、サマーですから。まず、こちらですね、ネイルホリック BL909 番です。爽やかなスカイブルーって感じですね。これね、結構ちゃんと色出るので綺麗ですね。フットにも結構いいんじゃないかなと思います。すごくおしゃれですね、夏らしくていいと思います。そしてこちらチフレネイルエナメル545番です。これね、ちょっとここの文字がゴールドなんで、それの影響でちょっとブルベ感があまり感じないかもしれないんですけれども、塗るとかなりちゃんとブルベの赤です。いちごの赤っていう感じ、もうすでに私これ買いたいなって思ってます。赤ってやっぱり一番テンション上がる色なんじゃないかなと思うんですけど、あのフットに塗るにもやっぱり王道なので、赤持ってると便利ですよね。そしてこちらです。ドゥカートナチュラルネイルカラー NF135 番です。サマーらしい色ですね。モーブ系というか紫っぽい、ちょっとベージュっぽいようなモーブです。これね、結構日常使いで便利だと思います。サマーの方の洋服もこれも本当に王道なのでぴったりはまりますし、そんなに厳しい職場でなければオフィスも私まあギリいけるんじゃないかなと思います。大好きな色です。そしてこちらですね、キャンメイクカラフルネイルズ N24 番です。これ結構夏ならではっていうところで結構ラメラメです。これだけ塗ると本当にこうキラキラだけで夏らしいって感じがします。フットもいいと思います。なんかあれ足色ついてないようでキラキラだけなんかキラキラしてるみたいなね、あのサンダルとの相性良さそうだなと思います。で、今私がつけているんですが、こんな感じの色に重ねてつけています。そういう使い方も面白いと思います。これだけ単体でも爽やかで夏らしいし、重ねてキラキラだけを使うのも、面白いかなと思います。そして最後ですね、ネイルホリック PU171 番です。玉虫色っぽい光がキラキラというかツヤツヤというかね、ツヤツヤとキラキラの中間のような感じで玉虫っぽく光ります。これもフットもいいんじゃないかなと思います。すごくおしゃれな感じに、モードっぽい感じにもなるので、面白いと思います。私も結構これ好きです。で、ね、サンダルとの相性なんですが、さっきも言った通り白と黒はもちろん何でも合います。あとサマーの方だったら、あとはシルバーのサンダルとかも持っておくと結構便利だと思うんですよね。シルバーのサンダルもしまえば白と黒と同じモノトーンの仲間なので何でも合いますね。強いて言うならばブルーとか結構足元むちゃくちゃ爽やかでいいんじゃないかなと思います。続いてオータムタイプです。こうグッと大人っぽくなりましたね。まずこちらキャンメイクカラフルネイルズ N26 番です。オータムさんらしいグリーンの、色です。グリーンっていうと個性的な爪っていう印象もあるんですけれども、結構大人な印象になると思います。あの大人な感じとおしゃれっていう感じの両立ができるような色かなと思います。そして2本目、チフレネイルエナメル016番です。もうパッと見ゴールドっていう感じのイエローです。オータムさんらしい色ですね。結構色味の強い深い色のイエローですね。フットにつけるのであれば結構日常的に使ってても、まあ、使いやすいと思いますが、指の場合はかなり華やかになると思いますので、今日はっていう日にぜひ使ってください。そしてキャンメイクカラフルネイルズ N19 番です。オータムさんの可愛い系ピンクです。すごく上品でエレガントな感じのピンクです。エレガントで上品な印象を出したい時もいいし、まあ、無難にって言葉なんですけれども、品よくおとなしめにしておきたいなっていう時も、まあ、しっくりはまると思いますし、オフィスでもおそらく問題ないんじゃないかなと思います、ピンクですけど子供っぽくはないです。大人の可愛らしさが出る色かなと思います。そして、次ですね、こちらキャンメイクカラフルネイルズ N17 番です。これね、ボトルで見ると一見サマーっぽいんですが、塗るとオータムのベージュです。ちょっとボトルの色と印象はちょっとだけ違うかもしれないですね。かといってですね、あんまりイエベにこう思いっきり振りすぎててもいないので、結構上品なベージュです。ベージュ系のネイルが好きな方はこれ
すごくおすすめしたいですね。オフィスでも使える色だと思います。そして最後、キャンメイクカラフルネイルズ N42 番です。オレンジのようで赤のようで赤かな、テラコッタっぽい色です。このボトルで見るよりも塗った方がより赤みが強くなって大人っぽい色になります。もうね、赤いネイル塗りたいっていう時にこれで私オータムさんはいいと思いますよ。まあ、もっと赤いのでもいいですし、もうちょっと赤いのとこれと重ね付けしてもいいかもしれません。大人の指先が仕上がると思います。サンダルとの相性ですね、毎回言いますけれども、白と黒と肌なじみのいいベージュは何でも合います。でオータムサンダルと加えてブラウンのサンダルとかゴールドのサンダルを履くこともあるんじゃないかなと思います。でブラウンのね、サンダルだったらこれが私一番合うと思います。あとこれかこれですね、これとも結構馴染むっていう感じで、こちらはちょうど対比が可愛い感じになると思います。ゴールドのサンダルを履く場合ですね、ゴールド&ゴールドでもう思いっきり、多分なんか言われます、絶対わー素敵って言われる、なんか見過ごせない感じの足元になると思うんですが、思いっきり華やかに行くのもいいと思いますし、サンダル自体がゴールドで存在感があるのでネイルはちょっとシックにとか上品に行こうという場合はこちらを使うというのもいいと思います。続いてウィンターです。やっぱりパッと見て存在感がある色が多いですよね。まず一つ目こちらです。キャンメイクカラフルネイルズ N25 番です。かなりのキラキラキラが入っていますが、ちゃんとブルベのキラキラがいっぱい入ってる感じですね。フットだとまあ日常的にいつでも使いやすいかな。指の場合は結構その日のお洋服との相性も見ていった方がいい色かなとは思います。ただウィンターの方ってやっぱ黒が似合うので、夏でも黒って結構着る方多いと思うんですね。そういう場合はこのくらい華やかさのある明るさのある色で黒とのねバランス取っていくと素敵なんじゃないかなと思います。そして次、ネイルホリック PK809 番です。これサマーかなって一瞬ね思っちゃうかもしれないんですが、これ塗るとですねかなり白みが強いと言いますか、でその割にピンクなんですけど結構キレがあるピンクなんですよね。なので結構薄い明るいピンクが好きというウィンターさんはこれぜひ探してください。で続いて3つ目、デュカートナチュラルネイルカラー NF132 番です。一見ちょっと水色かなっていう印象があるかもしれないんですが、塗るとグレーになります。ちょっとライトめなグレーですね。ウィンターの方は爪グレーになっても暗い印象とかなりません。かっこよさが出ます。グレーのネイルっていうのを使ったことない方も多いんじゃないかなと思うんですが、一度試していただくといいと思います。夏とかすごく相性いいと思いますよ。そして次がネイルホリック BL924 番です。一目見てウィンターっていう色ですね。鮮やかなブルーです。これも全然シアー感なくしっかりこのまんまの色に発色しますのでおしゃれです。で結構ね派手なんですけれども、でもこれ指に塗っても使いにくさって意外とあんまり感じないと思うんですね。もちろんオフィスでの決まり事とかそういうの置いておいて、意外とウィンターさんがつけると華やかなんですが、なんか違和感なくおしゃれかっこいいって感じでハマると思います。もちろんフットももう最適な色ですよね。最後こちらです。レブロンのネイルエナメル721番です。一応ね赤ネイルは皆さんにご紹介したかったので探してきました。深く血のような赤、塗るとですねこのボトルの色よりももうちょっと深みが出ます。赤ネイルなんですが落ち着きもあってシックで、ウィンターさんのちょっとミステリアスな印象深い瞳とこの、深みのある指先との相性すごく素敵だと思います。すごく魅力的に映えると思います。使ってもらいたいなと思う一品ですね。もちろん赤なのでフットにもいいと思います。サンダルとの相性ですね、毎回しつこく言いますが白黒肌なじみのいいベージュは何でも合いますね。でウィンターの方なのでシルバーサンダル履くかなと思うんですが、シルバーはもう言ってしまえばまあ白黒モノトーンと同じグループなんで合わないものってまああまりないんですが、強いて言うならばすごく映えそう、一つ選ぶならこれかなと思います。いかがでしたでしょうか。気になった商品があったり実際使ってみてよかったというものがありましたら、ぜひコメント欄の方に書き込んでください。そしてぜひですねこのシーズンにはこれぴったりですよっていうネイル情報も
お待ちしておりますので、ぜひ書き込んでください。お疲れ様です。今日のコーディネートのポイント教えてください。 T シャツです。この前も同じ T シャツ着てましたけれども、骨格ウェーブタイプの T シャツです。着回し抜群なのでしょっちゅう着てます。しょっちゅう着てます。今日結構コントラスト配色っていうんですか、こういうの。さすがにね、そう、こういうね、強い配色したくなるんですよ。痛い。結構赤パンって家で多いんですよね。なので、ブルベの赤パンを見つけたので、もう、すごく買いに行く感じです。ありがとうございます。今日、あのネイル会だったんですけど、坂上先生、普段ネイルとかされますか？そう、したいんですけどね、なんかもう、ついつい忙しいみたいな感じになっているので、でももう、今日、ネイル熱がまだ再燃してきたので、これからはちゃんとこまめに綺麗な色を塗っていきたいと思います。セルフですか、どこお店行くんですか、いつも。あ、なので器用なんでね、お店に私はどっちかと行っちゃう方ですね。どん なんかカラーを注文したりするんですか。あ、結構気分で、仕事で結構派手な色をつけちゃいけない場っていうのもちょいちょい入るので、そういう意味では結構ジェルがつけにくくって、ポリッシュをやってくれるネイルサロン少ないんですけどね、最近ね、に行ったりはします。なるほど、ありがとうございます。それでは今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございます。今回の動画が参考になったと思っていただけましたら、グッドボタン、そしてコメント欄での感想もぜひお願いいたします。そしてこのチャンネルでは、過去にもパーソナルカラー別の、メイクとかヘア、リップ、アイシャドウなどの動画も公開しています。そちらもぜひご覧になってください。あとですね、パーソナルカラーを見分けるクイズとか、カラーについてのあるあるなお悩みにお答えする動画も配信しています。そちらも概要欄にリンクを貼りますので、ぜひご覧になってください。このチャンネルでは骨格診断を作った私、二上由美子が、女性は誰でもいつからでも美しくなれるをコンセプトに、メイクやファッションなどトータルで美しくなれる情報を発信しています。そして私、二上由美子のインスタグラムのアカウントもあります。こちらも概要欄にリンクを貼りますので、ぜひフォローお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。それでは来週もぜひご覧になってください。さようなら。